千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF レンタルクリニックのドクターの林です。今回は知覚過敏の原因は疲れなのかについてお答えいたします。知覚過敏の原因、疲れも間接的には関係しているとは思います。やはり疲れてくる、体が疲れてくるということなので、ストレス、これも関わってくるとは思います。この疲れ、ストレス、これを解放するために寝ている時に無意識に歯ぎしりや食いしばり、こういった動作をすることがあります。歯ぎしりや食いしばりをしているとだんだんと歯の表面が削れていったりすることがあるので、エナメル質と呼ばれているところがだんだんなくなり、象牙質と呼ばれているところが出てきます。象牙質と呼ばれているところは冷たい水であったり、そういったものが含まれるとすごく染みやすい場所になってきます。そして表面に見えない小さいひびも入ってくることはあるので、そこに冷たい水が入ってくると染みる原因にもなってきます。ですので疲れは、直接的ではないんですけども、間接的な原因として知覚過敏のものと原因と考えられています。